はい、皆さんこんにちは、タートルです。だいぶ声の調子が良くなりましたので動画を上げようと思います。今回はですね、ということで今日は二の腕の引き締めに効くトレーニング方法を紹介します。で、結構ですねこれ負荷があるんで、きついかもしれないんですが、よく効きますんで、女性にも男性にもぜひやってもらいたいトレーニングメニューです。では行きましょう。用意してもらうものはどこにでもある椅子です。この椅子にですね、まず膝ついて、少し下がってですね、膝ついて手を置きます。で、手は端っこに置くので、あんまり軽くって浮いちゃうような椅子は使ったら危ないです。なのでちょっとずっしりしたね椅子を使ってください。で、手を端っこに置いてですね、このまま肘を曲げてお辞儀をする感じです。お辞儀をする感じで降りたら、肘を伸ばして体を起こします。こういう感じです。で、体を持ち上げると肘が伸ばしやすいので、しっかり体は体重を下にかけてですね、しっかり体重かけて肘を伸ばしていきます。こういう感じでまず10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10といった感じでやります。で、これできつい人は少し前に行ってやりましょう。まだ楽だよっていう人は膝の位置をしっかり後ろに下げてですね、体を離して行ってください。そうすると負荷が上がります。はい、お疲れでした。今回はね、椅子1個で簡単にできる二の腕の引き締めトレーニングメニューです。膝をついてですね、肘を曲げていくんですが、その時に息をしっかり吐きながら、ふー戻ったら息を吸う感じで、息を吐きながら、お腹をしっかり引っ込ましながらですね、行うと腹筋にも効きます。で、このメニューですが、だいたい10回ぐらいを3セット週2、3回を目安に行ってもらうと、1ヶ月もすれば二の腕のプルプルがなくなってますんで、ぜひ頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。コメントもぜひください。